We are Team Poet of America! アミカ、エン、MC、そしてハチカイチ、サムライズ、よいしょー。ということで今回、ハチカイチ、サムライズさんに来てもらいました。この前僕たち SNS で映画に出演することになったって言ったじゃないですか。はい、そうですね。その映画の題材になってる野球チームがサンブレイズさんなんですよ。すごい、これすごいですね。そして今日は直々にコラボしていただけるということで、今日そんな方とやっていきたい企画はホワイトザサンブレイズ野球三番勝負。おい、はい、当てると思ってるのか。おい、まあ、私めちゃくちゃ運動神経皆さんですけども、今回ちょっとあのもう女性とか関係なしで僕たちボコボコに潰していきます。今回これ3本勝負なんですけども、はい、第1種目目遠投でございます。すごいシンプルです。その持ったボールを思いっきり投げてどっちが飛んだかっていうのを競う企画でございます。なるほど。これ各チーム1名ずつ選ぶ。代表者1人、はい、代表者1名、はい、対7じゃない。あ、それ無理だ。強すぎ。あ、強すぎ。でも多分無理や。でも無理や。なるほど。そして第2種目目、バットで打った飛距離で対決です。なるほど。パワーですね、両。ここでもちょっと強いですよ、多分。もう投げるのもそうですけども、やっぱ山ほど打ってきたんでね。これも選抜1人でございます。代表者1人。代表者1人です。そしてラスト、3種目目、ベースリレーでございます。ベースリレー。ベースリレーでございます。笑われてんねんけど。これは7人選別してもらいます。代表者7人、こちら7人いるんでね。だからその前12名いるということで7名選別してもらいます、はい、今回この3本勝負でやっていきたいと思います。はい、オッケー。ポイントは自信あるよな。おう、えっ、気合が足りへんぞ。おい、気合が足りへんぞ。はい、勝てそうな気合が。じゃあいつものやるよ。やるぞやるぞやるぞ。はー、ありがとうね。ほんまかな。みんなこれマジでいけるかもしれんね。いけるかもしれんね。フォーエイトレッツゴー。おー、よし、サンブレイズ行こう。サンブレイズ行こう。フォーエバーサンシャイン。え、ということで真剣三本勝負やっていきましょう。せーの、レディゴー。はい、ということですね、早速1種目目エンターでございます。今回なんですけども、女性であってもやっぱり野球やってきてるわけじゃないですか。やっぱりちょっとハンデが欲しいということで、僕たちホワイトは今回2投投げさせてもらっていいですか。いいですか。はい、はい、ということで、じゃあ今回僕たちホワイトが2投でいい方の記録をそのもらいましょう。で、よしよし、サムレイさんは1投だけ。大丈夫です。大丈夫。僕たちが2投で1投でもいいですか。大丈夫。オッケー、勝った。よし、うさみだ。勝てるぞ、勝てるぞ、勝てる、勝てる、大丈夫。いける、いける。よし、今回そんな投げ種目言ってくれるのはホワイトからコッチャーあります。よっしゃ。そしてサンブレイズさんからは磯崎です。よろしくお願いします。きれい、きれい。あ、ちなみにこれ何メートルぐらいいったらすごいんですか。フェンス越え。はい、フェンス越えはやる。フェンス越えはもうプロや。自信の方は。自信、いやけど肩は普通よりはちょっとできるんじゃないかな。なるほどです。これちょっとプレッシャー与えてほしいなと思います。そうですね、女子で強い人で80メーターぐらい。80。はい、すごいね。ということで、じゃあ早速2投中の1投目、リボンのこっちゃん、よろしくお願いします。こっちゃん、はい、あ、こっちゃん、ここの線越えたの失格です。ちょ、やめてや。線越えた失格。厳しくなんだ、やめて。一応、野球よりファウルのちょうでね。ちゃんと見とこ。これ最後に意気込み。いや、今日2球あるんで、とりあえずちょっと様子見の。いいですね。オッケー、ね、はい、ゆる気で。さあ、よいしょ、1投目、お願いします。いきます。あれ、うわー、おー、あれ、うわー、おー、あれ、うわー、おー、いやいやいや、いやいや、高いな、すごいな。いやいや、すごいすごいすごい。完璧でいった。5割ですか。5割、6割ぐらい。次10割お願いします。お願いします。次、サムレイさんから磯崎さんお願いします。せーの、もう一回上、絶対勝ちます。あー、そう、自信はあります。おー、80メートルいきます。頑張れ、いけー。80メートル、いけ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 
やばい。じゃあもう一回だけ。いいんですか。はい。もう22にしましょう。22。やばい。22。やばい。ほんま肩マジで気をつけます。それは大丈夫。やばい。いけるか。頑張れ。頑張れ。逆に。頑張ってください。お願いします。頑張れ。頑張れ。頑張って。合計にしましょう、合計ガッサージよ、ガッサージよ、いいですか、お願いします。もう思いっきり叫びますね、気持ちいい、いきます。おらぁ、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 いや、投げたんだよ。すごい。うわ、けどめっちゃ それたな。あー、でもね。うわー、イエイ、これはすごい。いやあー、投げたー、悔しい、悔しい、悔しい、ポイントの勝利、よっしゃー、ありがとうございます。ありがとうございます。大丈夫、いやすごい、ありがとうございます。はい、ということで第2回戦でございます。はい、ということで後がなくなりました。次の、僕たちの対戦、バッティングの飛距離ですね、あのハンデももう一回ちょっといただこうかなって思ってて、僕たち側がは3投ボールを投げることができます。それと代わりに1投だけ、もうだから一球勝負で丁寧に当てていくのか、もう思い切って振るのかっていうのが勝負どころでございます。誰が出ますか。はい、うわーすごそう。ベラちゃんです。すごそう。ベラちゃんです。ベラちゃんです。ベラちゃん、うん、ベラちゃ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 ん、かわいい名前。今回選ばれた理由は。でかいから。でかいから。今日バッティングは得意ですか。距離、そうですね、守備かバッティング。うわーこれはすごい。それとアマちゃんです。アマちゃん、アマちゃんです。テラちゃんとアマちゃんでいきます。さっきちょっとバッティング見たんですけど結構飛んでたんで、うん、いい勝負できるのかなって。まあ、3球あるからね、ゆっくりやってもらったら。話してください。選んでください、投げる人。見ずに数字言う。待って、ない左から何番ってこと。俺一番おすすめ。左から。一番おすすめ。うん、左から。左が一番おすすめ。うん、左が一番おすすめ。だ左から一番おすすめ。おすすめ一番で。お前が。一発はでかいな。もう練習しない。それでは、はい、ということで、それでは三投あるからね。まずは距離を出そう。結果、まず記録ね。アマリザの一投目、頑張れ。頑張れ。お願いします。はい。あ、緊張してる。普通に。それでは二投目お願いします。はい。おい。大体でいいです。お、早い。おい。それで。結果40メートルでございます。で、一旦ね練習。やばい、うまい、うまい。もうカメラじゃ応援練習で。よかったら意気込みの、はい、うぇー、はい、いいのか。40超えるか。1球目ってか。それは40超えられるか。お願いします。おーい、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 測れるか。
ボール投げるときやから。すげえ、ナイス。ということで、ハワイドさん、74メートル以上出さないと今回負けになります。740メートル出します。行き言うたら。そうやな。あの雲割ってみようかな一回。言うたれ。おおいいね。できんでる。それでは。下でちょっと。早いな。オッケー。合ってますね。頑張れ。それでは。ラスト1球お願いします。あら前出てきたもんね。ゲーム変わっとる、ゲーム変わっとる。泣きの泣きの今のはレオ。今のチャレ、今のチャレ。交渉交渉しよう、交渉しよう、交渉しよう。テラちゃん、あと帰らせてもらって。早いな、速攻やった。もうほんまにラストよ。プレッシャーでくいきますね。応援ないですね。応援ちょ、おいおい、頑張れ頑張れ。それでは正真正銘ラスト1球お願いします。一応ちゃんと上がっといてほしい。もしかしたら1ミリとか。今のカーカー嫌やったな。合計しても負けてる。それでは今回はサブレイクさんの勝利。それでは最終戦いきましょう。はい、はい、ということでこれで1対1勝敗が決まるんで全力で走ってください。はい、大勝者手挙げてもらっていいですか。はい、皆さん意気込みの方。余裕で勝ちます。うわこれはすごいよ。じゃあ甘利さん、はい、代表として。いやー、1についてよーい、ドン。強い、さすが、さすがすぎた。
すごいやん。てか早すぎでしょ。びっくりした。誰か一人下手やぞってええでしょ。遅いやつおっても。いや俺たちも結構運動神経自信あるグループと思ったんですよね。なんか7割ぐらい走ったとこでなんか俺の声聞こえたからゴールの方見たらもうおってん待ってて最後まで言う。楽しかったです。